どうも、ヌルです。ロードストー戦記、リーディット・イン・ワンダー・ラビニーズ、遊んでいきたいと思います。ボスがね、とりあえずいろいろうろついてみたんだけど、もう一回ボス行ってみよう。簡単にやられし。何かと強いんだよね。結構早くしてきたんだよ。当たんのかよ。ガードされるのね。強くないと思うんだけど、やられたし。
やべ。倒した倒した。AV 行きたいなぁ。あ、これで5個目。下に降りただけ？ではポイントが出して、一回選択するといいかな。
全く分かんない。また難易度の急に上がりっぷりが。電気をやめて。暗黒の都。これなんだ？テレ魔法、ウィンドストーン。あとを長押しすることで魔法の切り替えが可能。確かにコストが高いね。
はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。